かしましたか、シド。あ、そうですね。少し浮かれすぎていたかもしれません。今の状況を考えれば緊張感が足りていない証拠ですね。すみません、シド。本当ですか？シドならそう言ってくれると思っていました。実際に来てみて、ようやく私も雷禅高校の本当の生徒になれた気がします。だから少し失敗してしまいました。バレましたか、指導は鋭いですね。もしかしたらマリナの影響かもしれません。シド、急に立ち止まってどうかしましたか？シド！シド！私、リンネ、その神、リンネだよ、シド。私もシドウと同じこと考えてる。どうしてここにいられるんだろうって。でもね、今はそんなことどうでもいいって考えちゃってる私がいるんだ。ダメだよね。嬉しいな、シドウは全然変わってないみたい。私の知ってるシドウのままだね。私たち似た者同士なのかも。うん、幼馴染だもんね。